記念すべき初クエストを一緒に選ぶっすよ。おおソロでの初クエストならキラーラビット討伐あたりがおすすめっす。危険度 E ランクモンスターが相手の超簡単な討伐クエストなんだけど。じゃあそれで、こうして戦場朝日の第二の人生が今幕を開ける。そんな風に考えていた時期が俺にもありました。いやいや、フィールドに出た途端いきなり巨大ワイバーンとエンカウントとかさ。なんだよ、難易度調整ミスってんじゃねえか。落ち着け俺。ゲーム攻略にはまずはこれだ。ステータス何かないか。昨今の異世界転生者にありがちチートスキル。基本ステータスの方はちっさー村人かな。おい、こうなったら超敵。えい、はい、マヤネ。マヤネ。姉を呼んだか。呼んだな、アサヒ。マヤネ。マヤネ、なんで俺の姉まで異世界に。いや、もしや現実の類かも。何が起きてもおかしくない世界だし。なんで俺ちょっと待ったぞ。この端正な顔立ち、きめ細やかな肌、抱きしめがいのあるフォルム、そしてビクホークスするいい匂い。確信した、本物の弟だ。可愛い、可愛がすぎるぞ。俺も確信した、この度が過ぎまくったブラコンぶり、間違いなく本物の姉です。はい、ふむ、ここが異世界か。興味深いところだな。なんでマヤ姉までこっちの世界に。よくぞ聞いてくれた。朝日が事故で昏睡状態に陥り、姉である私は気が気ではなかった。ところがどうだ、眠っているお前は異世界がああだこうだと上事を繰り返しながら時折楽しそうな微笑みを浮かべるじゃないか。そこで仮説を立てた。朝日の魂は別世界に向かったのではと。勘鋭いね、マヤネ。そういうわけで私も壁にガンガン頭を打ちつけてこっちに来ることにしたのだ。後追いじゃねえ。待った、昏睡状態って言った？俺向こうでまだ生きてるのか。ああ、意識は戻っていないがな。そうか、なんかすげえほっとした。私もだ。ところでマヤネ、なんであんなデタラメに強かったの？愛する弟を思う姉の強さは偉大、そういうことなのだろう。いや、説明になってなくない？まあいいじゃないか。さ、行こう。ああ、
異世界生活ももうおしまいか。散々な目にあったけど、ちょっと名残惜しいかもな。帰ろうか、マヤネ。俺たちの世界へ。で、どうやって？帰り方わからんのに後追いしてきたんかい！当然、朝日の無事を確かめるのが一番。それ以外は強すぎたからな。こうなったら兄弟でたくましくこの世界を生き抜いてやろうじゃないか。この姉マジパネ。そう、これは俺杖なんかじゃなく姉杖の物語なのだ。待てくれ。相変わらず容赦ないね、マヤネ。許せるわけがないだろ。だよね。マヤネも犠牲になった村人たちを思って、多くどもは朝日をチビと罵った。その罪万死に値する。こっちかい。なんてことだ。何右頬に擦り傷が。本当？精緻な陶器のような朝日の肌に傷をつけてしまうなど、姉として一生の不覚。ガンテン、俺の肌評価高すぎない？よし、エリクターを使おう。いや、それ大体の人がラスボスまで取っとくやつだから。そうなのか。この程度ツバつけとけば治るって。ツバか、なるほど。うん、姉にペロペロ舐め回してほしい、そう言ってるんだな。違いますけど。姉と弟だろ。何を照れることか。いっぱい姉に襲われる。どこって、ここで決まってるんだ。この村は救われたのかの。私知ってるよ。あのお兄ちゃんがモンスターをやっつけてくれたの。おー、勇者様、勇者様を称えよう。勇者様。なんかマヤネーがやったのに俺の戦艦になってない。いいじゃないか、自慢の弟が褒めたたえられて私も鼻が高いぞ。まあこんなこともあったりしたが、あくまで俺つえではなく姉つえの物語である、であるはずなのだが。おめでとう、朝日くん。で、何の話？ランクが上がったんすよ、ラビット級から一気に大賀級に。ああ、冒険者ランクか。快挙、快挙、超すごい快挙っす。短期間でこれだけ昇進するのは、はっきり言って前代未聞っす。そうなの？もちろんすよ。さ、ちょっと手出して。手、こうかな。はい、これ、大賀級のバッジ。よかったね、朝日くん。一応説明しておくと、このバッジは王都が発行する身分証明書みたいなものっす。だから売ったり譲渡したりは NG っすよ。そんなことしないって。だって、うん、俺こんなに人から褒められたこと今までなかったし。あとランク詐称も NG っすからね。ランク詐称？本当は強くないのに強いふりしてランク上げるのは重罪なんす。強くないのに強いふり。バレたら最悪これっすね。これ。まあそんなこと朝日くんにはいらぬ心配っすよね。マヤネお願い。マヤネの強さは隠して俺が強いってことにしといて。よくわからんが、わかった。あとマヤネのステータス確認させて。ステータス？数値のこと。仕方ない、朝日にだけはと